脱獄してきました、椎名光です。もう迂闊にね、半袖着れない、もう着れない。プリズン、プリズンエスケープ、プリズンエスケープということで、今日はですね、皆様からたくさん来ましたオールマイティな質問に答えたいと思います。デーモン小暮閣下にお会いしたことはありますか？関係はどういう関係なんですか？と一応その魔界の大先輩なんですが、一度だけお会いしたことありますね。人間界の方で小暮先輩がライブをした時に一度だけ拝見したことがありますね。うん、それだけですかね。まあ、でも魔界ではすごい有名ですよ、やっぱり。はい。魔界で一番美味しい食べ物は何ですか？また人間界で一番好きな食べ物は何ですか？魔界ではスネゲラーメンがすごい人気ですね。スネゲのラーメンですね。はい。まあ、人間界だとやっぱ人間の生き血ですかね。やっぱ生き血がまあ美味しいっていうか魔力になりますよね。すっぽんみたいなもんですかね。美味しいとかじゃなくて健康にいい、人間の血が健康にいい。グッジョー。嗜好品として好きな食べ物って何ですか？嗜好品として好きな食べ物、最近だとホルモンとミノですかね。うん、あとはまあツナマヨの缶、スパムの缶、缶詰好きですはい。まああとサラミとか好きですかね。軟骨も好きだな。うん、あと白いご飯じゃなくてチャーハンとかすごい好き、ピラフとか。うん、そうね。あと好きなもの、サムギョプサルとか好きですかね。うん、チーズダッカルビとか。最近だとそうですね、インスタ映えする写真を撮りたいっていつも思うんですけど、インスタ映えする写真を撮る前にどうしても食べちゃうんですよね。どうしたらいいですかね、教えてほしいです。逆にインスタ映えする写真を撮りたいんですけど、撮る前にいつも食べてしまいます。どうしたらいいですか？うん、でポーズはどうやって決めますか？ちなみにそれぞれどういう意味があるんですか、という質問が来ております。まあ脳内インスピレーションなんですけど、まあこういうのは割となんだろうな、最初はやっぱりイメージからかっこいいとか、なんかこういうのとかかっこいいとか、まあ生きててそういうの見てて、例えばですけどガリレオとかでもなんかこういうポーズあると思うんです。どんなポーズあったっけ、ガリレオでさ、ガリレオでこういうポーズある、ガリレオとかでもこういうポーズがあって、なんか福山雅治さんがやっててもいいけど自分が欲しいなと思ってすごいやったりとか、すごい中二っぽいですよね。あとはまあ鏡とかで見てかっこいいポーズとかですか。まあ、これは単になんか魔力がアップするみたいな意味はありますね。ナルシス。あとありがたき、ありがたき、これありがとうっていう意味がありますね。まあ、あとはこういうポーズもたまにありますけど、これは中指だと地上波とかでちょっとダメだけど薬指だよって、せめてもの人間界の抵抗のポーズとか、まあいろいろありますよね。あとまあ自分でなんかジーザスクライシスとかなんかポーズをね、こうイメージングしてどうやったらそれを表せるかっていうものを考えたら思いつくと思います。素晴らしきポーズが。デスボは練習、初めの頃はなんかスティッチとかそのドナルドの声を真似してたらなんかちょっと近いなっていう、なんかみたいな、なんかそういう声出してたらディズニーチャンネルとか見てね、デスボに近い気がするなっていう感じのものを覚えて、でも小学6年生ぐらいかな、ビジュアル系聞いててなんか出したいなっていう感じで、ちょっとドナルドと似てるなって感じで、ドナルドからデスボイスっていう感じでしたね。なんかみたいな感じですかね。うん、あとはなんかやっぱ聞くといいんですよね、音とか。シャウトが一番強いのは赤ちゃんだと思いますね。誰も勝てないと思う、赤ちゃんのシャウト最強。魔界は暑いんですか寒いんですか？あー、そうだね、魔界は絶対0度ですね。すごい寒い、ガクブルですよ。魔界にいる犬みんなチワワに変わっちゃうから、
あのドーベルマンとかみんなチワワになっちゃうの、マカに来るとガクブルしすぎて怖いよ。一番好きなフレーズは何ですか？フレーズってなんだろう。フレーズってなんだ。え、何のフレーズ。土下座。次回次生まれ変わるならば天使に生まれ変わりたいですか、悪魔に生まれ変わりたいですか。うわー、その質問悩むな。いやだってさ、悪魔に生まれたいよ。悪魔に生まれたいけどさ、悪魔に生まれたいって言って悪魔に生まれてる悪魔ってダサくない？だってさ、いや俺悪魔になりたいんだよねみたいな悪魔ちょっと嫌じゃない？やっぱ天使になりたいって言いつつも悪魔の部分が出てきてしまうっていうか、あのどうしても隠しきれない悪魔の方がなんかかっこよい気がするんですよね。ってことで天使にしよっかな。だって悪魔になりて、俺早く悪魔になりてみたいな。絶対その悪魔なんか本気の悪魔っぽくないもん。なんかそうだな、本気感感じるのやっぱエンジェルかな。翼の折れたエンジェルですね。やっぱエンジェル一択。いっぱいありますよ。土下座ロードとか、土下座ロードっていうのはそのおまかいではいつもピカリンがやってるんですけど、ピカリンさんが土下座ないっていう歌を歌うとみんなが土下座してピカリン様がその上を歩く。それ魔界でいつもやってますけど、やっぱ人間界だと一回だけでも渋谷のスクランブル交差点でやったことありますけど、やっぱ早朝の早い時間帯じゃないとおまわりさんとかに取り締まわれちゃいますね。魔界の人なのに、こちら魔界の人なのにって思いますけどね。そういう感じありますよね。あとまあなんだろうな、技か。あー、そうだな、魔界だと割とご飯にあの箸、まあ箸じゃなくても何でも、悪気なくて普通に刺しちゃうんですけど、こうやってね、あの人間界だと怒られますよね、あれね。ちょっと縁起悪いとか、縁起悪いって何と思いますけどね。別に食べれますから、刺し方なんてね、何でもいいじゃんと思いますけどね。魔界でのライバルは何ですか、誰ですか。魔界でのライバル、ヨハネ・クラウザーだったけど、もうとっくの前に殺したわ。殺して埋めたわ。ガソリンも撒いたわ。魔界のアイドルということですが、ファンは鬼ですか、悪魔ですか、それとも悪霊なんですか。わー、ファンはね、魔界人っていういますね。魔界人、日本人、アメリカ人、韓国人、中国人、魔界人。OK? You are 魔界人? Yes! 人間界では何を見ると興奮しますか？人間界では、人間というか、その生存してる側だと、ヘッドバンキング、すごいしてる人を見るとすごい高まりますね。ヘッドバンキングすごいしてる人。あと、フェレット、犬、動物すごい好き。アニマル、I love you アニマル。そうね、それぐらいかな。まあ他にもいろいろあるけど、眼球とかあるけど、まあいいか。あと最近めっちゃ荒れてる成人式を見ると興奮しますね。荒れてる成人式の映像、おこくらこくらみたいなこと言ってる、パリピとか、リア充っていうか、あれもまあ新たなヒリアだよな。なんかすごいね、荒れてる成人式の映像すごい興奮しますね。ピカニはちなみに成人式出てないんですけど、学校もあんまり行ってなかったんですけど、ちょっとああいうね、連中の中に混ざりたいなっていう気持ちすごいありますね。うわ、すげーって思いますね。多分ね、23、今2万3000歳、23になってこういうこと言ってるってことはね、一生ね、多分中二病がね、治らないと思う。この年でね、ヤンキーかっこいいって言ってるってやばいと思う。マジでやばいと思う。ドキュン。やばいですよね。ドキュンすぎますよね。最後の質問になってしまいました。はい、落ち込んだ時は何をして復活していますか？落ち込んだ時か、落ち込んだ時か、
落ち込んだ時って何してるかな。落ち込んだ時、落ち込んだ時、ちょっと待って、ね、落ち込んだ時何してるっていうかな、いつもな。落ち込んだ時、落ち込んだ時か。落ち込んだ時は、落ち込んだ時はこの世の中の人が全員ね、あの BL って考えるの。だから大体今女の人に言われて落ち込むことってピカにあんまないんですよ。だから男にね、何か言われて落ち込むってことが多いのね。まあ、それってまあ、ファンとかではなくて、上、目上の人ね。そう、例えばだから闇の大人、事務所の人間とかに言われて落ち込むときは、あの、頭の中で、あの、あいつらも BL のくせに、男同士で、チュッチュチュッチュしてるくせになんなんだよ。光の前だけ強がってって思うと、すごい人間界みんな生きやすくなると思いますよ。そうそうそう、先生とか怒られて、あいつ裏ではめちゃめちゃ乳首触られて喜んでるくせに何なんだよとか思うと、すごい生きやすくなると思う。ハッピー。まあ、あとはですね、あの、魔界に来ていただくのが一番のね、あの、カウンセリングの方法となりますかね。はい、あの、その日によって料金は違いますし、その日によって現れる場所も違うんですけど、あの、割とピカリンとは全然、あの、会える期間は多分1ヶ月にね、5回ぐらいは会えるチャンスがね、ありますから。名古屋、大阪、都内、どっかとか、たまに海外にも行きますから。ちなみにね、あの、今年はね、アジア方面じゃない方に海外進出できたらいいなって思ってますね。アメリカ、イギリス、ロンドン、セパレードとかですね。セパレードってどこ？セパレードってどこ？ミスターチルドレン。ミスチルっていう州もありそうですよね。ミスチル州とか。あ、ない。ミスチル州ってないですか。待っててね。皆さん、たくさんのですね、あの、質問をとてもとてもありがたきでした。ありがとう。Thank you. Thank you. Thank you. なので、ね、これからももし質問が皆様から来たら答えていきたいと思いますので、ぜひぜひ、もっと質問プリーズ、プリーズ、プリーズ、待ってるよ。待ってるよ。というわけで、ピカリン最近 YouTuber 始めたので、ぜひ YouTube チャンネル登録よろしくしてください。登録してください。で、あと、魔界の館、こちらも見てください。ピカリン様の降臨スケジュールが見れます。そして、最後忘れちゃいけないのが、かわいいパティーン。こちらかわいいパティーン。チャンネル登録、お前らよろしくロッケンロール。